緊張の一瞬が近づいてまいります。自らの思想を超えるとき、その目には何が映るんでしょうか。世界一の称号をかけてスタートを切りました。12頭、まずまずのスタートかと思います。注目の先行争いでありますが、花を切ったのはチャオチャオ。内を通ってスルスルとオルコックアラビアンが上がっていきました。9番ゴドルフィンバルブ、それから12番エクリプス、もう1頭11番ヘロド、それから離されまして2番マッチェム、その外からは4番ハルシティ、それからもう1頭ラーレーアラビアン。ここから474メートルは海の中を走るガラスのトンネルコースです。6番ローリーズファーム、その外ハルナチューリップ、そしてその後ろからマイアリーターク。内を通りまして1番ゼッチルノーザン。もう一度先頭から紹介しましょう。先頭を行くのは5番オルコックアラビアン、大きくリード。世界一への試練となる厳しい上り坂、ちょっと離されましてゴドルフィンバルブ、ここにいたチャオチャオ、堂々たる1番人気、注目の的であります。外から1頭ヘロド、エクリプスが、その後ろハルシティ、徐々に差を詰めます。さあ世界一を決める真冬の直線に熱い歓声が注がれます。チャオチャオは2番手、このまま抜け出すか。一発二発とムチが飛んでオルコックアラビアンが先頭だ。チャオチャオ、三冠馬の意地を見せてくれ。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。先頭レッドとオルコックアラビアン、チャオチャオ懸命に追う。チャオチャオが3番手。さあこの辺りでゴドルフィンバルブが先頭に躍り出た。ローリーズファームも差を詰めてきている。内か外か。最後はもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。